研究を行う上で最も遵守しなくてはならないもの、研究倫理上の禁忌。研究結果を重要視するあまり、被験体の身体、精神的苦痛を無視してまで研究への参加を強制してはならない。しかしポケモンの中には人の手で改造されたポケモンたちが存在する。はいどうも、サオでございます。なんか、まあ、この動画いつ出てるかわかんないけど、関東地方の元ネタが関東だよみたいな、あれバズってたけど、ない、それぐらいに僕のなんかチャンネルもなんか話す言葉を、なんだろうね、一般層に落とし込んだ方がいいんですかね。わかんないですけど、深く行きすぎた。まあ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 いいでしょう。まあこの動画出る頃にはケンタで発売されてるかもしれないですけど、まあはい。それでは、本日はですね、改造されたポケモンたちをですね、ケースとあとは種類によって、まとめていきたいかなと思います。さあ、人の手によって作られたポケモンたちはどんな禁忌に触れるのでしょうかというところですね。ゲノセクト、虫タイプ初の、伝説幻のカテゴリーに入るポケモン。3億年前に存在した古代の虫ポケモンが、プラズマ弾により復元されます。まず化石から復元されます。そしてそのポケモンをどのように活用しようかっていう話になるんですけれども、プラズマ弾は非常に、危険な存在なのでですね、戦闘兵器として改造することを考えます。本来なら化石ポケモンとして扱われるはずのポケモンなのであるが、改造されたためか岩タイプではなく鋼タイプが付属しております。全身人造物らしい鋭角的なラインで構成されておりまして、下半身がハッサムに似ていることから、この元となった古代ポケモンがハッサムの先祖、ストライクの先祖なのではないかっていう考察もされております。このゲノさんの改造なんですけれども、化石から復元した存在に、サイボーグ的な、改造を施した、人工物でありまして、部分的な人工物であることが、言えます。まあ、全てが、改造ではなくて、元々の生命体にサイボーグ的な、改造をしたショッカー、ん?仮面ライダーか。みたいな存在になってます。タイプヌル。こちらのポケモンはもう分類が人工ポケモンとなっております。そして初のコロン記号を使用した種族でもありますと。このように3体存在すると言われています。四足歩行の哺乳類をベースに昆虫や爬虫類、または魚、または鳥類、などを思わせるような、そのような生物を様々に掛け合わせたキメラ型の人工ポケモンになっております。そして頭部の仮面は非常に重く、タイプヌルがシルバディより素早さが低いのはこの仮面のせいで素早さが制限されているからと言えます。そしてこのシルバディというポケモン、まあタイプヌルというポケモンは神話に語り継がれるポケモン、どんな状況にも対応できるというポケモンを目指して作られたものであるというのが、ゲーム内で語られておりますが、そのモチーフはあのアルセウスと言われております。そして、こちらのタイプヌルなんですけれども、まあ、先ほど言った通りキメラのような、ポケモンになるので、生物工学で生み出された有機的な人工ポケモンと言えます。マギアナ。マギアナは分類にある通り人造ポケモンという、まあ、その名の通り人造ポケモンでございます。こちらは約500年前に、天才科学者によって作られたポケモンであります。このマギアナの現在の姿は誕生時、まあ、作られた時とは異なり、全身の塗装が、年月が経って剥がれ落ちた状態であります。生まれた当時は、紅と金色の非常に壮観な姿で、スカートの前方には王家の紋章が飾られていました。で、この姿なんですけれども、多分色違いで表現されております。そして非常に面白い気候をしておりまして、
この天才科学者、先ほどマギアナを生み出したと言った天才科学者が、ポケモンの生体エネルギーを集めて、作り出した人造の命は、マギアナの、ソウルハートという胸のパーツの部分に収められています。このソウルハートが抜けてしまうと全く動けなくなってしまうっていうのが特徴です。この生体エネルギーの技術、どっかの誰かさんも使ってたような気がしますね。はい、そしてこのマギアナの分類なんですけれども、これはオートマタっていう技術ですね。オートマタの技術で生み出された機械的なポケモンでございます。ポリゴン族、一番有名な人工のポケモンでございますよね。ポケモン初代の当時は初の完全な人工種として発表されたポケモンでございます。こちら製造元が公にはされていないのですが、シルフカンパニーの本社に置いてある資料には、ポケモン研究所では人工のポケモンポリゴンを作ることに成功したという内容のものがあり、この記述が正しければグレンタウンのポケモン研究所出身の現シルフカンパニーの社員が作ったか、はたまたシルフカンパニーがポケモン研究所の協力を得て作り出していた可能性が高いという、これがブラックゲーフリと黒い任天堂とか言われる要因にもなっております。ちょっと最近なんですけれども、これですね、ポケモン大好きクラブの、特集企画でですね、ポリゴンがシルフカンパニー製であるっていうところが、はっきり、言及されました。なんとシルフカンパニーが、近畿に手を出していたというわけでございます。科学の力ってすげえ。しかしこのポリゴンというこの初期型はですね、基本的な動作しかできないので、プログラムにない動きはできません。AI みたいなものはないので、原始的なコンピューター、みたいなものになっております。で、このポリゴンというポケモンなんですけれども、なぜ開発されたのかっていうところは、公にはなっていないのですが、一つ言えることは、呼吸をしていない完全な人工なポケモンというところで、どこに人類は次のステップで旅立ちたかったのかっていう話になると、やっぱり皆さんも想像の通り宇宙ですよね。宇宙で活躍できるポケモンをシルフカンパニーは生み出したかったんですよね。そして宇宙といえば銀河団ですよね。宇宙とか、異世界とかに興味があった銀河団のアジトの近くで保護された、ポリゴンがいたりとか、あとは銀河団はですね、戦闘でポリゴン2などを出すこともあるので、非常にやっぱり宇宙開発に、影響されてポリゴンを、所持していた可能性が高いです。そして、ポリゴン2はですね、宇宙だけではなく異世界での、活動または調査に向けてポリゴンがアップデートされた、ポケモンになっております。その影響で、異世界に旅立ってしまったポリゴン2は、異世界ではね、プログラムにバグが起こりまして、ポリゴン Z になってしまったとか、なっていないとか、そういう話がございます。異世界とか、異なる次元のお話はですね、ちょっとね、もう台本書いてあるんで、そっちの方でポリゴン Z、ポリゴン2には、より深く触れていこうかなと思っております。ポリゴン長かったから以上。そして、このポリゴンはですね、電子工学によって生み出された、ロボットとかコンピューターに近いポケモンになっております。分類はですね、子供が生み出したポケモン、こちらはですね、いわば改造ポケモンと言われるポケモンでございます。このポケモンの作り方で一番有名なものは、プロアクションリプレイなどの改造ツールを用いて作られたポケモンです。このポケモンたちはですね、例えばポリゴンとかシルバディとかではなくて、もうあらゆるポケモン自体がプロアクションリプレイで作成されているという、これを作っているのが大半が子供たち、またはそれを利用して金を稼ぐ売人となっております。化石ポケモン、はい、宣伝ですね。はい、これはね、プテラのサムネイルのこの動画を見ていただければいいんですけれども、絶滅したポケモンは化石の部分に残された DNA を読み取って、人工的に創造したものであるのが、絶滅種の、化石類のポケモンの可能性が高いよ、みたいなお話をしているので、ぜひ見てみてください。というわけで、研究倫理上の禁忌に背いたポケモンを何選か紹介してまいりました。一番面白い
作られ方をしたポケモンみたいなのがいればコメントしてお何を言ってるのか分かんなくなったんで、はい、以上になります。はい、次の動画もご期待ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。